もうすでにこう教科書に書いてあるものとか、まあ、すでにいろいろ研究をされている頭のいい研究者の方々が原因までは追求してくれてたから、原因はこれだよっていう特定はしてくれていたので、それを取り除く治療法の開発だけやればよかったっていうふうにおっしゃられています。で、一つですね、これちょっと先にお伝えしておかないといけないのが、治るというレベルのものと改善というレベルのものがあります。で、ここで治るの定義を揃えておかないといけないのでお話しすると、私が今日治るというお話をした時には、これは病院や治療院に通うこともなく、薬やサプリメントに頼ることもなく、365日好きなことができる状態を治るというふうにお話をさせていただいてますので、その時一瞬症状を取ることを治るというふうにはお話をしていません。で、これをお断りした上で、治るというレベルのものと改善というレベルのものがあるということだけお伝えはしておくんですけども、さまざまなものがね、改善、治るようになったりしています。